皆さんこんにちは、渡辺美奈です。本日も美奈スタイル始めたいと思います。本日は、ルームツアー第5弾、前回の玄関エントランス編やりましたね。やりましたね。そこからまた壁が変わっちゃいました。おお、あれストライプになってるじゃないですか。ストライプになったでしょ。これはもともとの白い壁に、あのね、マスキングテープつけたの。あ、この銀色のやつですか。そう、これマスキングテープって、あの100円ショップとかにも1センチぐらいのやつはラッピングとかこうちょっとデコれるようなやつを売ってたりするでしょ。これは、10センチ、10センチの幅のマスキングテープ、で10センチ、こっちを置いて、こうして、手を置いて、上からシューッて。だからちょっと細かったり太かったりするけど、なんかストライプだからごまかせてるでしょ。え、全然わかんないですよ。それがさ、すっごい楽なのこれ。一面のね、壁よりもマスキングテープの方が楽かもしれない。だから、あの初心者の方にはこのマスキングテープおすすめです。取り外しもできるので。あ、結構じゃあそんなに粘着力が強いわけじゃない。そうなの。なんかよく養生っていうか、なんかしっかり貼るための時用に、マスキングテープを貼って、そこにテープを貼って何かを貼っていったりする作業もあったりするんですよね。でもこれはこのままでもシルバーのやつで貼っていってるので、賃貸でも気軽にDIY は楽しめるという感じのもの。考えましたねこれね。でもね、私本当はこれドットにしたかったの、この壁。マスキングテープのドットがあるんですよ。あ、え、ちょっと待ってくださいね。それ縦の、そのもうあれがドットなわけじゃなくて、じゃなくて丸い、もうカットされてる、あのマスキングテープ、テープっていうの、シールテープですね、があって、そうすると一面真っ白の壁だと丸いのだけを上手にこう貼っていくとドット柄の壁になるでしょ。めちゃくちゃ大変じゃないですかそれ。いや、だってさ、貼るところはこれの丸いのだから、空気入ったりしないじゃない。ただほら、なんかこう綺麗に貼るの難しそう。あ、でもそしたら今度はさ、メジャーで測ってピッピッピッって測っとけばいいことでしょ。あ、だからそっちの方が楽なのかなってちょっと思って。今回ね、それがなかったの、買いに行ったんだけど。そうなんですね。なので今回はシルバーに、実は、ファミリーバスルームはゴールドのストライプになったの。やるときは一気に全部やるんです。そうなんです、止まらなくなっちゃうんだよね。いや、でもこれすごい、びっくりしました。本当、うちの高根くんは気づかなかったよ。これに気づかないんですか。ええ、普通に入っていって、あの他のね、スタッフは、変わってます、ブログで見てましたっていうのに、うちの高根くんだけは、あ、どうしたみたいな。ということで、こんな感じの壁でした。あ、すごい。さあ、本日は本題ですね。そうです。はい、ということで、はい、こちらです、リビングになります。これは待ちに待ったんですよ。はい、あ、どうぞお入りくださいって。よろしいですか。はい、どうぞ、うちのお姫が。はい、どうぞ。はい、皆さんどうぞお入りください。そうね、ソファーがまず変わったからかな。ソファー前白です。そう、白だったんですけど、なんか私の最近のハマりがグレーとかシルバーとかになってて、なのでグレーのちょっとソファーにしてみました。へー、あ、全部統一されてる。そうですね、なんかちょっとベロア素材の生地っていうのかしらね。ね、はい、というので、なんかあの噂によると、ちょうど後ろに映っているソファ、あれがあのこれね、座らないソファー。そうよ、有名な。そうなの、あのここのコーナーが好きで見てる、眺めてるのが。座らないんですよねこれ。座らないの。
お正月からずっとこんな感じ、お正月クリスマスからずっとこんな感じなんですけど一年中こうデコレーションこれぐらいだったら大丈夫かなと思って。あ、でも確かにすごいんですよねこれ、ここは絵的に。そう、でも絶対座らないんですよ。だってさ、ここに座ってすることないでしょ、壁だもん。そうですね。でしょ、ちょっとほらなんかぼーっとしたりとか。あ、ぼーっとね、ここであんまりぼーっとすることがないから。そうなんですね。そうなので、子供たちはここで座ってテレビ見たりして、マッサージチェアでしょ、はい、あの椅子というか、あのこれね、3人掛けですかね。これ3人掛けだね。これがもうちょっとちっちゃいと2人掛けになるもんね。3人掛け、この辺は全部みなよセレクトに、セレクトの方、はい、あります。はい、ぜひとも。ここから見てる感じは後ろの絵も変わりましたね。あ、そう、これね、この絵もミネオセレクトのものなんですけど、新作なんですよ。あ、そうなんですね。そう、ワンちゃんが変わったでしょ。変わりました。そうなんです。そうね、なるべくまあ生活感のないような感じ、はい、だけど物は多いみたいな、はい、ここはやっぱ象徴的なのがやっぱりこのダイニングテーブル。そうですね、ダイニングテーブル、はい、あのみんなが来た時に打ち合わせをしたり、お友達が来た時にここでご飯食べてもらったり、お正月だったりそういう時になんかテーブルセッティングとかテーブルコーディネートしたいなと思ったらこっち側に出てきます。なるほど。私の気分によってここであのセッティングしたり。あ、これもあの輸入家具というか。そうです、ミネオセレクトにあります。これもね、これがすごいですよね。ね、これね、あのなんだっけ、メダリオン。メダリオンって言うんですかこれ。はい、ね、これだけで売っていて、これはすごくあのお手頃な金額で購入できて、3000円くらいのものから3000円、嘘嘘嘘って分からない5000円、1万円くらいのものから、あれ一番安いのは3000円じゃないの。あ、一番安くて6000円か。はい、倍でしたぐらいのもので。でも6000円で買えるんですかこれ。そう、あのね、軽いの、石じゃないのね。でもなんかこういうのがついてるだけでなんかお部屋の雰囲気がちょっと変わるでしょ。全然違います。なんかこうあの向こう見たら思ったんですけど、シャンデリア。あ、そうそう、普通のね。ね、手元は何も。そう、これとやっぱりこのメダリオンがついたものと随分雰囲気がね変わってきますよね。そう、なんかね、お部屋の中も最初はピンクだった、あ、リビングがピンクだったんですよ。カーテンもピンクだった時期があったり。ここですか。ここに来るまでの経過ね。そうなんですね。そう、ゴールドの時もあったりとか、はいはい、いろんな、なんだろう、色、はいはい、で遊んできましたね。で、今はもう今はこんな感じのちょっとグレーと白とシルバーと、はいはい、っていう雰囲気のところで落ち着いてるような感じ。ミラーもそうだよね、あの大きなミラー、ミネオセレクトのものなんですよ。あ、これはこれピクチャーレールで引っ掛けて、そう、 4本あれば十分引っ掛けられる感じなんですよね。なんか重たそうな気はするんですけど。重いけど、でもあの4本あれば全然十分。あ、そうなんですか。うん、な感じですね。今お写真がちょっとあったんで、こちらにね、こちらね、これはケチャップのなんかお仕事した時のなずきの写真。あ、私もちょっと若いでしょ。めちゃくちゃ若い。なずきがこれは3歳ぐらい、いやいや2歳、幼稚園くらいで、こっちはマネが20歳の時の誕生日に家族でお食事に行った時。あ、すごい、なんか看板マナーやって、あ、そう、あのサプライズがすごく、はいはい、あの素敵なお店で上手にやってくださって、はい、カーテンの向こうにこのパネルがあって、あ、音楽かかったと同時にカーテン開いてこれが出てきたんですね。すごい。そうなの。お家の中はこんな感じですかね。まあ、いつもね、ここではあまり日常あまりみんなここで集まることがなくって、はいはいはい、なので普段からほとんどこんな感じに
リビングはなってます。そうなんですね。なのでもう仕事場ですね、私にとって。打ち合わせもここ、何かをするとき全部スタッフがみんなここに来てするっていう感じなので、お仕事場になってますね。これ今カーテン閉まってますけど、きっとまたあれなんですよね、窓の向こうはあの例のシートをしてます。ない、貼ってない。ここはね、ここでしょ、ここですね。ここはね、貼ってない。貼ってないんですか。うん、だから丸めよ。あれ貼ってないじゃないですか。カーテンすれば見えるでしょ。これ隣丸見えじゃないですか。そうなの。いいんですか、ここ。これね、いけないなと思って、そろそろやろうかなと思ってたの、実は。え、やらなきゃなと思って、これ今度もうそろそろ暑くなってきたでしょ。そうですね、これもう今だから、そろそろここしないと日がね全部焼けちゃうかなと思い、やってくれる。あの僕にはできないですけど。そう、やる、今日、今日、今すぐ、今だってすぐ終わるよ。いやすぐ終わんないですって。これすぐ終わるよ、だってここ1枚だけだから。え、やる、見たいですけど。見る、 あるんですか、どうっていうか。見たい、見たいです。すぐやりますよ。え、この後ちょっとじゃあ買いに行ってっていう。いやいやいや、買ってあるのも実は。買ってあるんですか。で、いつやろうかなって思ってたところだったから。見たい。え、これ多分皆さんすごい今までのね流れがあるんで見たいと思います、ね、本当。じゃあちょっとやってみます。ちょっとやってみます。ちょっと待っててもらっていいじゃん。ちょっとコンビニ行くみたいな感じになってますけど。あの必要なもの持ってくる。本当にやってくれるんですか。うん、あ、じゃあすいません、いい、遠慮なく。じゃあ待って、お待ちくださいませ。はい、はい、あ、これもね、あのミネオセレクトなの。パステル。これ匂いがほらね、いい匂いでしょ。いい匂いでした。匂いがついてるの。これ何、パステル。あ、パステルなんですね。そう、こういうところにかけたりして香りがね、いい香りだよって。香りがついてるな。そう、でちょうどほら、うちとシルバーとグレーとして、いい感じでしょ。すごい、なんかゴージャスな感じしますね。ね、そうなんです。じゃあ行ってくるね。お待ちください。やりますよ。ミネオチャンネル、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ、ぜひチャンネル登録お願いいたします。こちらです。コメントもお待ちしてます。